自治体ビスペイン王国の公用語は国家としてはスペイン語だがバスク州の公用語はバスク語とスペイン語なのでバスク語名のビルボもスペイン語名のビルバオも正式な名称ではあるがビルバオ市議会はバスク語でもスペイン語でも市の名称は公式にビルバオを用いると議決しているしかし王立バスク語アカデミーは ビルバオ氏の紹介に対しては、バスク語アカデミーの規則第145条にはビルボが、バスク語の正式な名称であると回答している。かつて経済を支えた、鉄鋼業、造船業が1980年代に衰退し、1983年の洪水でも打撃を受けた。1997年のビルバオグゲンハイム美術館開館、それに先立つ。 工場排水に汚染された河川環境の改善、LRT や遊歩道、自転車道、公園の整備により芸術、観光都市として再生した。世界開革地の創造都市プロジェクト中で最も成功した事例の一つとされている。2010年の人口は353,187人で、バスク州内では第1位、スペイン全体では第十位である。 ビルバオ都市圏は約100万人の人口を持ち、スペイン第5位の都市化地域であるとともに、スペイン北部で最も人口の多い都市圏の一つを形成している。ビルバオ都市圏が内包しているグレータービルバオの人口は87万5552人である。ビルバオはスペイン北部の中央部に位置しており、大西洋のビスケー湾からメルビオン川を 19km。 遡った位置にある。市街地は平均に標高400メートルの山地に囲まれている。1300年にディエゴ・ロペスであるう五によって建設されて、以降、権力を持ったアロケによってエスパーニャ・ベルデの商業の中心地として繁栄した。ビルバオ港からはビスカヤ地方の採石場から採掘された鉄鉱石が国外に輸出された。 19世紀と20世紀初頭には激しい工業化を経験し、ビルバオはバルセロナに次いでスペインで2番目に大きな工業地域の中心地となった。短期間の人口増加によって隣接する自治体が次々とビルバオに併合された。今日のビルバオは第三次産業が卓越しており、都市の象徴としてビルバオグゲンハイム美術館がある。 ビルバオ空港、メトロビルバオ、ビルバオトラムなど、インフラ基盤への投資が継続されており、アバンドクやデウストクソロサウレ地区の再開発計画が進行中である。世界各地の創造都市プロジェクトの中で、最も成功した事例の一つとされている。都市の正式名称は、ビルバオであり、世界中の多くの言語では、ビルバオとして通用しているが、バスク地方では、 ビルボと呼ばれる。バスク語の公式統制機関であるエウスカルタインディアは、バスク地方にビルバオとビルボという二つの名称が存在することを認めながら、バスク地方での歴史的な名称がビルボであるとし、公式に第一名称としてビルボを採用している。ビルボという単語は古い資料には登場しないが、ウィリアム・シェイクスピアのウィンザーの陽気な女房たちでは、 ビスカヤさんの鉄で制作された刀剣をビルボと呼んでおり、少なくとも16世紀には、ビルボという単語が使用されていた可能性がある。ビルバオという名称の由来については、専門家の間でも意見が一致していない。魏志のエヴァリストチュルカは、川と入リ江を意味するバスク語の、ビルイバイアバオがビルバオに転じたのだと述べた。一方、 歴史学者のホセトゥッセル・ゴメスは、美しい浅瀬を意味するコスペイン語の、ベルロバードという熟語が自然に進化したまでだと主張している。また一方、作家のエステバン・カジェ・イトリノは、名称の由来は川口そのものでなく、かつて、ビルバオ河口の両岸に存在した二つの集落に、あると述べた。イトリノによれば、右岸には、バスク語で、 堆積物を意味するビルと呼ばれる集落があり、左岸にはスペイン語で霧や蒸気を意味するバホと呼ばれる集落があり、この二つの集落の名称が組み合わさってビルバオという名称になったという。自治体検証とその写本で説明されているように、かつてはビルバオではなくバイルバウやバイローと書かれた。 ビルバオ市街地を流れるネルビオン川ビルバオは、イベリア半島の北端に位置しており、大西洋のビスケー湾から 19km 内陸にある。自治体の総面積は40.65平方 km であり、その内訳は都市化地域が17.35平方 km、周辺地域が23.30平方 km である。公式の標高は1 9ルであり。 主街地は標高6メートルから32メートルの範囲にある。ビルバはグレータービルバオの核であり、周辺の自治体には北にベリオ、エチェバリ、ガルダカオ、ロイウ、ソンディカ、サムディオが、西にアリゴリアが、バサウリが、南にアロンソテギが、東にバラカルド、エランディオがある。ビルバはカンタブリア山脈とピレネー山脈に挟まれており、 バスク地方の玄関口に位置する。自治体の最高標高地点は689メートルのガネタ山、ついで673メートルのパガサリ山であり、この二つの山はアロンソテギとの境界に位置する。ネルビオンイバイサバル水系のネルビオン川とイバイサバル川がバサウリで合流し、下流部でビルバオ河口を形成してビスケ湾に注ぐ。ビルバオ河口は、 1> 約1 5トルにわたっており、非常にゆっくりとした25立方メートル、秒の流れとなる。水系の主要な支流であるカダグア川は、目の谷に源流があり、642平方キロメートルの流域面積を持つ。カダグア川は主に隣接するブルゴス県を流れ、ビルバオとバラカルドの自然境界を形成している。ネルビオン川は何度も、人間活動の介入を受け、 川底の浚渫などが行われた。川口部での船舶の操舵を容易にするため、1950年から1968年には、デウスト地区に、川説運河として、デウスト運河が建設された。建設計画は、最後の400メートルを残して停止されたが、建設途中の運河は、ドックとして残すことが決定された。 2007年、運河の建設を再開してソロサウレ島を築く計画が承認された。数十年にもわたって、有害廃棄物が垂れ流されていたため、ネルビオン川の水質が悪化して、無酸素状態を招き、ほぼ全ての動植物が死滅した。しかし、近年には、自然再生運動などのおかげで状況が改善しており、今日では、藻類、牛の下、ニ類、 水鳥などを確認することができる。夏季には海水浴客も見られる。ビルバオ加湖はビルバオ市内の区の自然境界として機能している。ビスケ湾に近いことから西岸海洋性気候であり、夏季でも乾燥することなく年間を通じて降水がある。年間降水量はスペインの他地域に比べて多く、これは高い井戸と大気の変動からもたらされる。 一年のうち45%がうてんび、40%がどん天日である。最も降水が多い時期は10月から4月であり、11月が降水のピークである。冬季には周囲の山々に積もる雪が見られる一方、市街地では雪が頻繁に見られることはない。みぞれはより頻発し、主に冬の数ヶ月の期間中に年間平均で10日ほどである。 海の近さははっきりとした夏と冬をもたらし、春と秋は過ごしやすい。夏季の平均最高気温は、摂氏25度と26度の間であり、冬季の平均最低気温は、摂氏6度と7度の間である。過去最高気温は2003年8月13日の、摂氏42.2度であり、過去最低気温は1963年2月3日の、 摂氏マイナス8.6度である。1日最大降水量は1983年8月26日の225.6ミ、mm、リメートルであり、この日には、ネルビオン川が氾濫して、深刻な洪水被害をもたらした。1554年に掘られたハンガーブリル山や、アルチャンダ山では6000年前の埋葬場が、発見されており、マルマシン山の頂上付近では、 紀元前3世紀から紀元前2世紀頃とされる古代の集落跡が発見されている。ビルバオの旧集落をローマ帝国の学者プリニウスが言及したアマヌンポルトゥス、プトレマイオスが言及したフラビオブリガであると主張する専門家もいる。サンアントン教会の真下からは11世紀頃とされる古代の城壁が発見されている。1300年。 ビスカヤ領主だったディエゴロペスであろう5世によってビルバオが建設された。町としての法的な地位を得たのは1300年6月15日のことだがカスティーリャオ・フェルナンド4世に認められたのは1301年1月4日である。700周年の節目の年である2000年には毎年6月15日が死生思考記念日に指定された。ディエゴロペスは ネルビオン・カワウガン、現在のベゴニャの位置にビルバを建設し、権利の編纂や後の開発の基礎を証明する特権を与えた。ビルバは、現在のスペイン地域に築かれた最初の街の一つである。14世紀には、ビスカヤ地方の約70%の街が開発されており、ポルトゥガレテは1323年に、 オンダラは1327年に、レケーティオは1335年に、ムンヒアトララベツは1376年に建設された。ビルバオはサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の途上にあったため、それにちなんでサンティアゴ教会が建設された。15世紀には町をめぐって貴族間の争いが起き、ネルビオン川が氾濫して3度の洪水被害にあったが、 再建されると、市街地は市壁を超えて、成長を続けた。1511年6月21日、カスティーリャ・ジョー・フアナは、ビルバオに、領事館の建設を命じた。領事館は、この後何世紀にもわたり、町で、最も影響力のある機関であり、ネルビオン川川口の管轄やインフラ改善に力を、発揮した。領事館の管理下で、 ビルバオ港はスペインで最も重要な港の一つとなった。16世紀にはメリーノ種の羊毛をヨーロッパ北部へ輸出する港となり、スペイン黄金時代には北スペインでの商業、金融の中心地となった。1577年には初めてビルバオに印刷機がもたらされ、1596年にはベトラサ博士によって、 バスク地方発の書籍である、ディクトリーナ・クリスティアナ・イーエヌ・ロマンス・ワイ・バスクエンスが出版された。ビスカヤ地方の成長所在地はかつてベルメオにあったが、1602年にはビルバオが成長所在地となった。続く、数世紀には、周囲の山々において、鉄鉱石資源が発見され、イギリスやオランダに鉄鉱石が輸出された。17世紀末には、 スペインオーゴン世紀の終焉により、スペイン全体が経済的な危機に襲われたが、ビルバオは蓄積した富で経済危機を克服した。ビルバオは18世紀にも成長を続け、都市は過密状態となった。ルチャナの戦い19世紀、バスク地方はカルリスタ戦争の重要な戦闘地の一つとなり、カルリスタたちは自由主義経済都市を征服することを求めた。 ビルバオは1835年から1874年までの間に3度も包囲されたが、いずれも陥落には至らなかった。1836年のルチャナの戦いは、重要な戦いの一つであり、自由主義派のバルドメロ・エスパルテロ将軍が、カルリスタに勝利して、街を解放した F。19世紀から20世紀にかけてのビルバオは、戦時中でも繁栄し、 バスク地方の経済の中心に浮上した。この時期には、ビルバオ発の鉄道が建設され、ビルバオビスカやアルヘンタリア銀行の前身である、ビルバオ銀行が設立され、ビルバオ証券取引所が設立された。特に、アバンドクの成長が目覚ましく、新しい通りや歩道、視聴者、バスルト病院、アリアガ劇場などの近代的な建物が建てられた。人口は、 劇的に増加し、1880年の1万1000人から1900年には8万人となった。この時期には、社会運動が起こり、特にサビのアラナによって、バスク民族主義運動が台頭した。共和国軍によって鎮圧された、小規模な反乱が、ビルバオで起こったことで、スペイン内戦が始まった。1936年8月31日には、 初の爆撃を受け、翌月には、フランシス・フランコ軍と提携した、ナチス・ドイツ軍による爆撃を受けた。ビルバオは防衛のために要塞化されたが、1937年5月には、フランシスコ・フランコの国民党軍によって包囲され、6月19日に、陥落した。プッツ将校は、ネルビオン側にかかるすべての橋の破壊を命じ、第5旅団の部隊が街を略奪した。 内戦中にはバスク自治政府が設立され、ホセアントニオアギーレが初代連打狩りとなった。スペイン内戦が終結すると、ビルバオは再び産業的な発展期に戻り、人口は着実に増加した。1940年代には都市が再建され、何本かの橋が建設された。1948年にはビルバオ空港に、 初の民間商業機が着陸した。1950年代には、鉄鋼業界が復活し、住宅の需要が供給を上回ると、労働者は丘の上に、スラム街を構築した。この混沌とした環境で、1959年7月31日には、バスク民族主義党の文化として、バスク祖国と自由がビルバオに設立された。フランコ独裁政権の終焉と、 立憲君主制への移行後、スペインの変化の過程でビルバオは民主的な選挙が復活し、バスク民族主義の影響力が増した。ビルバオは、ビトリアガステースよりも、経済的にたくましく、バスク地方の事実上の首都だったが、1979年には、ビトリアに、州議会や州政府が置かれた。なお、バスク州には公式の州とは存在しない。 1980年代には、テロリズムや国外からの安価な労働力の到来など、いくつかの要因が重なって壊滅的な産業の危機につながった。産業空洞化の過程を経て、1990年代半ば以降のビルバオは、インフラや都市活性化への投資を行うことで、サービス都市へと変貌を遂げた。ビルバオグッゲンハイム美術館の快館から変化が始まり、 エウスカルドゥナ国際会議場、コンサートホールの開館、サンティアゴカラトラバによるスビスリ橋の開通、ノーマン・フォスターによるメトロビルバオの開業、ビルバオトラムの開業、イベルドローラタワーの竣工、ソロサウレの開発計画などが、グッゲンハイム美術館の開館に続いた。これらの計画が適切に行われているかどうか、監督するため、スペイン政府や関連自治体が、 共同出資した、ビルバオメトロポリイコール30や、ビルバオリア2000などの団体が設置された。ビルバオは2元代表制の自治体である。行政府は、市長、理事会、市議会で構成され、市長と市議会議員の任期は4年間である。市議会議員は政党を代表しており、配分は、バスク民族主義党が15議席に加えて、市長、国民党が6議席。 ビルドが4議席、スペイン社会労働党が4議席である。1999年の市長選挙では、バスク民族主義党のイニャキアスクナが当選し、2003年、2007年、2011年に再選された。ビルバオは2008年と2010年にトランスペアレンシーインターナショナルの自治体賞を受賞した。2009年の同賞では3区が、 デル・バリエスに次いでスペイン第2位となった。2012年には市長のアスクナが世界市長賞を受賞したが、アスクナは人気中の2014年3月20日に前立腺癌で死去した。公認の市長にはバスク民族主義党のイボン・アレソが就任した。ビルバオの人口における信頼できる統計が初めて発表されたのは1550年以降である。 1530年のビスカヤ地方には約6万5000人が住んでいたが、1517年、1530年、1564年から1568年、1597年から1601年に薬病が年を襲い、16世紀末の最後の流行は特に壊滅的なものだった。薬病の流行は19世紀まで断続的に続いたが、 その後のビルバオは工業化のおかげで、飛躍的な人口増加を経験した。ピークの1982年には43万3115人に達したが、チョリエリダニの自治体がビルバオから分離独立し、ビルバオの人口は減少に転じた。2009年のビルバオの人口は35万5731人だが、 市内で生まれたのは114,220人のみである。114,908人はビスカヤ県の他地域で生まれ、9,545人はバスク州の他地域で生まれ、85,789人はスペインの他地域で生まれ、33,537人は国外で生まれた。スペインの他地域では、 カスティーリア・イレオン州とガリシア州の出身者が多い。ビルバオには127の異なる国籍の市民がおり、そのうち60カ国は10人以上である。最大の人口を持つ外国籍コミュニティはボリビアとコロンビアである。1000人以上の人口を持つ国籍はルーマニア、モロッコ、エクアドル、中国、ブラジル、日本、パラグアイである。 ビルバはアハックに分けられており、さらに35地区に分けられている。ビルバオビスカやアルヘンタリア銀行本社ビルバは古代、ローマ時代からバスク地方の経済的な中心地であり、主にカスティーリ地方で生産された産物をビルバオ港から輸出する貿易活動を行っていた。19世紀には主に鉄鉱石の採掘によって大きな発展を経験し、 海運業や造船業などが促進された。1857年には、ビルバオ銀行が、1901年には、ビスカヤ銀行がそれぞれビルバオに設立されると、1988年には、両銀行が合併して、ビルバオビスカヤ銀行となり、1999年には、アルヘンタリア銀行とも合併して、今日のビルバオビスカヤアルヘンタリア銀行となった。 1907年には、貯蓄銀行として、ビルバオ市立貯蓄銀行が、1921年には、ビスカヤ地方貯蓄銀行が設立されると、1990年には、両銀行が合併して、ビルバオビスカヤクチャとなった。1890年7月21日に設置された、ビルバオ証券取引所はスペインに4カ所ある、証券取引所の一つであり、 ビルバオの他には、バルセロナ、マドリード、バレンシアに存在する。ビルバオ証券取引所は、ボルサスイメルカドスエスパニョーレスが所有する、流通市場である。1890年には、商工会議所も設置されている。1980年代の劇的な工業を危機後、ビルバオは、経済基盤の再興を余儀なくされ、サービス部門で成功した都市に生まれ変わった。 ビルバオは多くの企業の本社があり、フォーブス氏による世界の巨大企業150社のうち2社、40位のビルバオビスカやアルヘンタリア銀行と122位のイベルドローラが本社を置いている。2005年におけるビルバオの一人当たり国内総生産は26,225ユーロであり、全国平均の22,152ユーロを上回っている。 公式の経済年間によれば、最も強力な部門は建設業、商業、観光業である。2009年の失業率は14.4%であり、全国平均の18.0%を下回ったが、過去10年間で最も高い数字だった。ビルバオ・グッゲンハイム美術館1872年、ビルバオとゲチョノラスアレナス地区の浜辺の間に鉄道が開通した。 観光都市としての兆候が生まれ、ビルバオは、ささやかなビーチスポットとなった。それ以降は、大きな変化がなく、1995年の観光客数はわずか2万5千人だったが、1997年に、ビルバオグゲンハイム美術館が開館したことで、観光客数が増加し、2009年には61万5千人以上に、達している。ビルバは、 バスク州全体の観光客数の31%を集めてよりサンセバスティアンを上回って州内で最も観光客の多い都市となった多くの観光客はスペイン国内から特にマドリードとカタルーニャ州から訪れる国外からの観光客は近隣のフランスだけでなくイギリス、ドイツ、イタリアなどからも訪れる観光産業は ビスカイア県の GDP を3億ユーロ押し上げている。エウスカルドゥナ国際会議場、コンサートホールやビルバオ展示場などのおかげで、ビルバオはビジネス観光の魅力的な目的地でもある。20世紀終盤まで使用されていたビルバオの旧来の港は旧市街からすぐの場所に位置していた。1902年にネルビオン川川口部のサントゥルジに外交が建設されると、 1970年代には巨大港に拡張され、貸しにあったドックは、現在も稼働中のソロツァにあるドックを除いて外港に移転した。2010年時点で、ビルバオ港はスペインで5本の指に入る第一級の商業港である。200以上の定期航路が、世界中にある500港とビルバオを結んでいる。 2009年には3160万トンの貨物がロシア、イギリス、オランダ、北欧諸国などに運搬された。2008年の第1セメスターには2770隻の船で67000人が移動した。この流動はバスク州の GDP を4億1900万ユーロ上げている。1526年に抽出が法的に保護されて以来鉄鉱石は ビスカヤ県で最も豊富な天然資源である。工業と製鉄業はビルバオの主要な産業であり、高品質の鉄がヨーロッパ中に輸出された。19世紀後半まで製鉄業は発展し続け、資源はビルバオに富をもたらした。20世紀にはビスカヤの鉄の約90%がスペインとヨーロッパ双方の中心地に輸出された。 第一次世界大戦時のビルバオは、製鉄業の中心地だったが、それ以後には重要性が低下した。旧市街を平行に走る7本の通りを映した18世紀の、絵現在は、ロンダ通りとなっている、旧市街の旧城壁内には、ソメラ通り、アルテカジェ通り、テンデリア通りの3本の通りしかなかった。この城壁の中には、 サンティアゴでコンポステーラに向かう巡礼者が訪れた小規模な修道院があった。15世紀にはさらに4本の通りが建設されサスピカレアクという名で呼ばれた。何度かの洪水と1569年の大火事を経験し、1571年には街の拡張を可能にするために城壁が取り壊された。1861年、騎士のアマドラサロは、 衛生面を考えた広い通りを含む都市改造計画を立案した。この計画は、イルデフォンソセルダによるバルセロナの拡張計画をもとにしていた。ラサロの計画は質の高いものだったが、高額の費用がかかることもあり、市議会によって非現実的で極端な計画であるとして却下された。ラサロは過去300年間の統計をもとにした。 都市人口の増加をも計算していたが、結局計画は実現しなかった。次の大きな変化は、1876年に、アバンド周辺の自治体を併合した際に起こった。建築家のセベリノデ・アチュカロ、義士のパブロデ・アルソラ、エルネスト・デ・ホフマイアーらによって、都市の拡大計画が策定された。ラサロの計画とは異なってアチュカロらの計画は、小規模なもので、 現状の1.58平方キロメートルの面積を2.54平方キロメートルに拡大するものだった。緩やかな格子状の外区、居住地区と工業地区を分離するための公園の存在を特徴としており、中心部のグランビアで、ドンディエゴロペスデアロドオリ沿いには、ビスカヤ県庁舎、ベベビエタワーなどの重要な建物が配置された。1890年代末までに、 都市の拡大は半分ほど完成し、拡大した地域はすでに都市化していたため、フェデリコ・ウガルテによって、さらなる拡張が計画された。1925年までに、デウスト、ベゴニア、エランディオの一部がビルバオと合併し、1940年には、エランディオの残りの部分も合併した。直近の合併は1966年であり、ロイユー、ソンディカ、デリオ、 サムディオがビルバオと合併した。これらの合併によりビルバオの面積が拡大し、107平方キロメートルとなったが、デウストとベゴニアを除く自治体は1983年1月1日にビルバオから分離して独立した自治体となった。2010年5月18日の世界都市サミット2010でビルバオは都市計画における プリツカー賞とされるリークアンユー世界都市賞を受賞した。スビスリ橋と磯崎アテアビスカイア橋のゴンドラビルバオにはゴシック建築から現代様式まで様々な様式の建築物が存在する。旧市街のカスコビエホには市で最も古いビルバオ大聖堂やサンアントン教会などの建築物がある。 旧市街の大部分は日中のみ歩行者専用道路となる。近隣には、ビスカヤ県で最も重要な宗教建築物の一つである、ベゴニア教会があり、聖母の守護聖人ベゴニアに捧げられている。ビルバオ市内には、ネルビオン川に17の橋が架けられている。最も有名な橋は、スビスリ橋であり、 サンティアゴカラトラバがデザインした歩行者専用橋として1997年に開通した。1972年に開通した吊り橋のサルベ橋は2007年にフランス人芸術家のダニエル・ビューランによって再デザインされた。1936年に開通したデウスト橋はシカゴのミシガン・アベニュー橋をモデルとしたトベ海峡である。 1890年から1893年には、ネルビオン川の最下流部にあるポルトゥガレテトゲ町の間にビスカヤ橋が架けられた。ビスカヤ橋は、アルベルト・パラシオとシルベスト・レ・パラシオの兄弟によって建設された世界最古の運搬橋で、長さ164メートル、高さ45メートルあり、2006年には世界文化遺産に登録された。 1318年以前には、サンアントン橋が建設され、長らくネルビオン川に架けられた唯一の橋だった。幾度もの改修を経て、1870年代には、完全に新しいサンアントン橋が建設され、現在の橋は1937年に改修されたものである。1990年代に、産業の空洞化が進むと、 かつての工業地区の多くはモダンな公共施設や私有施設に転換し、世界的に有名な建築家や芸術家が手掛けた建築物が建てられている。代表的な例がアバンドイバラ地区に建設されたビルバオグッゲンハイム美術館であり、かつてドックや木造倉庫があった土地に建てられた。アメリカ合衆国の建築家、フランク・ゲイリーによって設計され、 1997年10月に、竣工した。美術館は、ゲーリーの最高傑作であり、世界的に見ても、過去30年間で最も重要な建築物の、一つとされている。館内には、ソロモン・アール・グッゲンハイム財団の現代、美術コレクションが展示されている。グッゲンハイム美術館以外の例としては、1909年に、 建設されたアルオンディガ・ビルバオは2000年代にフランス人デザイナーのフィリップ・スタルクによって完全に再デザインされて複合施設となった。グッゲンハイム美術館のみならず日本の建築家、磯崎真による磯崎アテア、エウスカルドゥナ国際会議場、コンサートホール、アルゼンチンの建築家、シーザー・アペリによるイベルド・ローラ・タワー、メキシコの建築家、 リカルド・レゴレッタによるメリア・ビルバオなどがある。次に再開発されるのはソロサウレ地区であり、2007年にはイラク人建築家のザハハディドーによって基本計画が策定された。現在の地区は半島のような形をしているが、50万平方メートルの島に変えられ、居住用、商業用ビル、ビルバオ・ビスカヤクチャが建設される予定である。 独特の煙突を持つ、エチェバリア公園2010年時点で、ビルバオ地域には18の公共公園があり、計200ヘクタールの緑地がある。また、グリーンベルトは、計1025ヘクタールに及び、そのうち119ヘクタールが都市化されている。ビルバオ最大の公園は、コベタス3であり、ついでラレアガブルで、両公園は郊外に位置している。1907年。 市中心部のアバンドクに8.5ヘクタールのドニャカシルダ、イトリサル公園が開園した。リカルド・バウティダによって設計された、イギリス式庭園であり、公園の名称は土地を寄贈した、地元在住女性に由来している。鶴が張ったアズマヤの近くに噴水があり、アヒル、ガチョウ、ハクチョウなど多くの種が生息している池があることから、地元では、 アヒル公園という別称で知られており、近年に拡張されて、アバンドイバラ地区と結ばれた。1980年には、イバヨンド区の製鉄所跡地に、エチェバリア公園が建設された。製鉄所時代の煙突が、産業に過去に対するオマージュとして維持されている。エチェバリア公園は18.9ヘクタールであり、旧市街を見渡せる傾斜地にある。 他の公共空間には、ヨーロッパ公園、ミリビジャ公園、サガンのメモリアルウォークウェイなどがあり、街路灯が灯された3キロメートルにわたる遊歩道である、メモリアルウォークウェイは、ビルバオ市街地の主要な観光スポットとなっている。グッゲンハイム美術館にも近いアバンドクには、文字は広場があり、この広場を中心にして放射状に通りが伸びている。市街地北方のアルチャンラ山には、 市街地中心部からアルチャンダケーブルカーで容易にアクセスすることができる。山頂付近にはレクリエーションエリア、レストラン、スポーツ施設、ビルバオ市街地を一望できるバルコニーなどがある。市街地南方のパガサリ山は1870年代以来ハイキングの目的地であり、2007年以降は公式に環境保護が行われている。以前は 交通機関ごとに異なる切符を購入しなければならなかったが、1995年のメトロビルバオ開業と同時にクレディトランスというトラベルカードが導入された。メトロビルバオ、ビルバオトラム、ビルボバス、ビスカイバス、バスク鉄道、スペイン狂気鉄道、アルチャンダケーブルカー、ビスカヤ橋などがクレディトランスに加盟しており、1枚の乗車カードで、 各交通機関を利用することができる。ビルバオ空港のターミナルビルバオ北部にあるビルバオ空港はバスク州とスペイン北部で最も旅客数の多い空港であり、2010年の年間旅客数は約390万人だった。ビルバオ空港はビルバオ市街地の北1 2トルに位置し、自治体としてはロイウとソンディカにまたがっている。 約15の航空会社が就航し、主要な航空会社には、イベリア航空、ルフトハンザドイツ航空、TAP ポルトガル航空、ブエリング航空、エアヨーロッパ、e a ジェットなどがある。旅客数の多い就航地は、マドリード・バラハス空港、バルセロナ・エルプラット空港、フランクフルト空港、ミュンヘン空港、パリシャルルド・ゴール空港、マラガ・コスタ・デルソル空港、 ハルマデマヨルカ空港、セビリア空港、ロンドンスタン空港、ランサローテ空港などである。2000年には、サンティアゴカラトラバのデザインによる新ターミナルがオープンした。2009年には、ターミナルの最大受け入れ人数を倍増させる計画が承認され、当初は2014年完成予定だったが、世界的な経済危機によって、旅客数の減少が見込まれ、 完成は少なくとも2019年まで延期される予定である。有料高速道路の AP-8 号線で欧州道路網と結ばれており、同じく AP-8 号線でサンセバスティアンなど、スペイン北部のタトシと AP-68 号線でログローニョやサラゴサなど、スペイン各地と結ばれている。ビルボバスは43路線を運行しており、 そのうち28路線は通常のバスだが通常のバスが通行できない区間を通る7路線にはミニバスが使用される。8路線は夜間運行のバスである。近年にはその効率性とサービスの質が評価され、ビルボバスは欧州連合の賞を受賞した。ビスカイバスは100以上の路線を運行しており、 ビルバオとビスカヤ県全域、さらに、アラバ県の一部の地域を結んでいる。ビルバオ最大のバスターミナルは、テルミバスと呼ばれ、エスタディオ・サン・マメス、バリアの近くに存在する。ビルボバスは、赤色の車体と白色の文字が、ビスカイバスは、黄色の車体が特徴である。ビルバオトラムの車両1995年には、メトロビルバオが開業し、乗客数は、 年間8500万人以上である。メトロビルバオは、ビルバオ都市圏で2路線が運行中であり、さらに数路線が建設中もしくは検討中である。メトロの2013年時点の総延長距離は 43.31km であり、地下に25駅、地上に16駅の計41駅を持つ。 スペインで4番目に建設されたメトロであり、乗客数ではスペインで3番が目である。建築家のノーマン・フォスターによる現代的なデザインが特徴である。2002年にはビルバオトラムが開業した。メトロやセルカニアスの駅がない地区を走り、ビルバオ・グッゲンハイム美術館やエスタディオ・サン・マメス・バリアなどの文化施設への足となっている。 現在のビルバオトラムは一路線であり、アチュリ停留所とバスルトを結んでいる。路線網の拡大計画が進行中である。ビルバオ都市圏では、セルカニアス・ビルバオ、バスク鉄道、スペイン狂気鉄道の3社が、通勤鉄道を運行している。セルカニアス・ビルバオは C-1、C-2、C-3 の3路線からなり、すべての路線が、 ビルバオ市中心部にあるビルバオアバン駅を起点としている。バスク鉄道はビスカヤ県とギプスコア県で計8路線を運行しており、ビルバオとギプスコア県、サンセバスティアンを結ぶ路線、ビルバオとエルムアを結ぶ路線、ビルバオとベルメオを結ぶ路線などがある。ビルバオのターミナル駅はビルバオアチュリ駅である。スペイン狂気鉄道は主にスペイン北部で、 狂気船を運行しており、ビルバオとカンタブリア州、サンタンデールやアストリアス州、ヒホンを結ぶ路線、ビルバオとカスティーリアイレオン州、レオンを結ぶ路線などがある。2017年には、バスク州3県の県とを結ぶ、高速鉄道ネットワークである、バスクワイが運行開始される予定である。バスク Y は3都市を Y 事情に結んでおり、 所要時間が大幅に短縮されるとともに、将来的にはパリとマドリードを結ぶ高速鉄道線の一部となる予定である。市街地にほど近いアルチャンダ3と繁華街との間に、1915年に開業したアルチャンダケーブルカーが運行されている。麓駅はネルビオン川に架か,かるスビスリ橋のすぐ北側にあり、終日15分おきに運行されている。 2005年の年間乗客数は45万3000人だった。ビルバオ中心部からネルビオン川を下ると約1 5トルの位置にビルバオ港がある。ブリタニーフェリーはサントゥルティとイギリスのポーツマスを結ぶフェリーを運航している。メガボルトカップフィニステレもビルバオ港を出港してポーツマスに向かう便を持っている。2006年から2007年までは アクシオナトラスメディテラネアも、ポーツマス行きのフェリーを運行していた。P&O フェリーも2010年まで、ポーツマス行きのフェリーを運行しており、プライド・オブ・ビルバオという名称のフェリーが使用されていた。ネルビオン川では観光クルーズ船が運行されている。ビルバオ市庁舎対岸にあるピオ・バロハ広場を起点とし、 カシのビルバオグッゲンハイム美術館、エウスカルドゥナ国際会議場、コンサートホール、スビスリ橋などを眺めながら川を下ることができる。デウスと大学バスク地方では二言語の教育システムがあり、生徒は授業中の話し言葉と書き言葉として、バスク語とスペイン語の支配率が異なるモデル A、B、C、D、X の中から選択する可能性を持つ。 ビルバオの小学校はモデル D で教えられるが、中学校の生徒はモデル B を好む。最終的にはバチジェラトの67%がモデル A を選択する。英語は最も普及している外国語であり、大学入学前の学生の97%がオプションとしている。ビルバオには2つの大学がある。1886年にはイエズス会によって、 デウスト大学が設立された。現在のデウストはビルバオ市内の一地区だが、1925年以前は独立した自治体だった。1968年にはビルバオ大学が設立され、1980年にはバスク大学と名を変えた。バスク大学はバスク州の3県にキャンパスを構える公立大学であり、ビスカイア県のメインキャンパスは、 レイオアに所在するが、ビルバオにも工学部や経済学部などがある。ビルバオ美術館ビルバオにはいくつかの劇場、コンサートホール、映画館があり、ビルバオオペラ愛好者協会が定期的にオペラを主催している。1922年にはビルバオ交響楽団が設立され、2008年からはオーストリア出身のギュンター・ノイホルトが指揮者を務めている。 バスク地方では合唱音楽が人気であり、定期的にコンサートが開催される。ビルバオ合唱団は1886年に設立されている。ビルバオには美術館が2館ある。ビルバオグッゲンハイム美術館は現代美術で知られており、ジョアンミロ、アンディー・ウォーホル、ルイーズ・ブルジョアなどの作品がある。ビルバオ美術館の評価も高く、エルグレコ。 バルトロメエステバン・ムリーリョ、フランシスコ・デ・ゴヤなど12世紀から、現代のスペイン絵画や、アンソニー・バンダイク、歌川・国貞、ポール・ゴーギャン、ポール・セザンヌ、フランシス・ベーコンの作品などを展示している。また、旧市街のカスコビエホには、神学校を改装して開館したバスク博物館がある。スペインの他都市同様に、ナイトライフも活気に満ちており、いくつかのクラブや、 ライブハウスなどがある。1999年に公開された映画007ワールドイズノットイナフでは冒頭でビルバオが登場している。2006年からはビルバオライブフェスティバルが開催されており、徐々に人気を増している。ビルバオで最も重要なフェスティバルはセマナグランデもしくはアステナグシアと呼ばれ、国内外から10万人以上の観客を集める。 1978年に初めて開催され、毎年8月第3週の土曜日から9日間開催されている。セマナグランデ期間中には力比べ、無料の演奏パフォーマンス、路上パフォーマンス、闘牛、花火大会などが行われる。毎年異なる企画が催されている。エスタディオ・サンマメス・バリア・スペインやバスク地方の多都市と、 同様に、ビルバオで最も人気のあるスポーツはサッカーであり、ついでバスケットボールである。サッカーやバスケットボールの他には、ビルバオ近郊の山々でのハイキングや、ロッククライミングが人気であり、ウォータースポーツでは、ソペラナや、ムンダカの海岸で、サーフィンが行われている。主要なサッカークラブは、アスレティッククラブである。 2013年に会場したエスタディオ・サンマ・メス・バリアをホームスタジアムとしている。アスレティックは1928年のリーガ・エスパニオラ創設時のメンバーであり、それ以降プリメーラ・ディビシオンからセグンダ・ディビシオンに降格したことがない。リーグでは8度、コパデル・レイでは24度優勝している。チームカラーの赤色と白色の旗は市内の至るところで見られる。 主要なバスケットボールクラブは2000年に発足した CB ビルバオベリーである。ビルバオベリーはリーガ悪部に所属し、2010年に会場したビルバオ、アレナをホームアリーナとしている。2003から04シーズン後にリーガ悪部に昇格し、2010から11シーズンには、レギュラーシーズンで2位、ポストシーズンで準優勝した。2012から13シーズンには、 アレブ、ユーロカップで準優勝した。チームカラーは、黒色と銀色である。ありがとうございます。